が混ざってるけど、それも綺麗で、グラデーションがすごく綺麗で、今のタイミングで来れてよかったなと思います。まるで額縁の中の絵画のような写真が撮れるこの場所、奥に真っ赤に染まっているのはローダンツツジです。ローダンツツジ初めて見たので、こんなにこう赤の深みがあるって知らなかったので、綺麗だなって。この時期にだけ公開されている湯気大宝塔、美しく色づいた紅葉が塔を囲っています。赤と白のコントラストが目を引きます。もうよかった、こんな近くにこんないいとこがあるならもうよそいかんでいいって言いよったという建物とほら、はい、紅葉のバランスとか紅葉の美しさ、はい、素晴らしい。もともとここら辺一帯はもみじがたくさんある場所で、そこにですね整地をして建てさせていただきました。塔の近くまで行っていただいて、まあ、仏様に手を合わせていただいたら嬉しいです。今年の紅葉は例年通りのスピードで進んでると思います。特に道断ツツジの調子が今年はいいと思います。長く綺麗な状態で見られると思います。